11月7日婦人防火200万人突破を記念する第10回婦人防火全国大会が市制施行90周年を迎えた栃木県宇都宮市体育館で開催されました。最も敬愛いたしております皆さん、おはよう。人間にとって何が一番大事かといえば、生命、身体、財産であります。それを守るのが消防の責務であります。世界の消防の会長としては最高最大の努力をいたしておりますがゆえに、世界157カ国が集まって作っておる国連から国連笹川防災、災害防止省というですね、制度を満場一致で作ってくれました。表彰状、栃木県全国婦人防火連合会会長でもある笹川良一日本船舶振興会会長の挨拶の後、都道府県婦人防火連合会表彰に移り、地元栃木県をはじめ27府県に笹川会長より表彰状が贈られました。また婦人防火20団体と民間防火20団体に防火広報者が贈呈されました。婦人防火全国大会が大勢の皆様の出席をいただきまして、このように盛大に開催されますことに対しまして、心からお喜びを申し上げる次第でございます。婦人防火の組織をもっと積極的に育成して、全国津々浦々に婦人防火の輪を広めるのではないか、こういうお話がありまして、率先垂範、各全国の消防関係機関にご協力を賜り、今日の200万人の組織となったわけでございます。大会は第2部下野の国防火の集いに移り、徳川家康に扮した笹川会長が幼年消防クラブのちびっ子を従えて入場、出席者の盛んな拍手を浴びました。せーの、はい、どうぞ。婦人防火クラブと幼年消防クラブが舞台いっぱいに繰り広げる防火演技に飛び入り参加、楽しいひとときを過ごされた笹川会長。